パスペン D3 の外観とロモグラフィーカラーネガティブ800を用いた作例紹介をします。オリンパスペンは1959年初代発売のハーフカメラで、ペンシリーズの累計販売台数は800万台を超えるそうです。ペン D3 はフィルムハーフカメラペンシリーズの最終進化系、発売は1965年です。発売当初の価格は1万300円。私は2年前、2020年にフィルム現像屋さんで修理されたこのカメラを18,500円で購入しました。レンズは F2 以降、焦点距離 32mm、 開放値は F1.7、 明るいレンズを備えています。ハーフカメラの魅力はまず第一にそのサイズ感です。私の iPhone SE2 と見比べてみてください。横幅はスマートフォンよりも狭いんです。厚さはもちろん比較にはなりませんけれどね。そして重さです。 433g あります。私の iPhone SE2 は 151g。 したがってハーフカメラはジーンズの尻ポケットに入れることはできますが、スーツの尻ポケットに入れるのは難しそうです。キャップもついていました。このキャップかわいいんです。オリンパス東京って書いてあります。東京が憧れの都市だった時代を彷彿させるようで気に入ってます。外観を見てみましょう。まずは軍艦部から、右端のダイヤル0から72の数字が並んでいます。こちらはフィルム枚数のカウンターです。36枚撮りのフィルムを半分ハーフで撮りますので、 36×2 イコール72枚の写真を撮ることができます。フィルムをセットしたら、円ダイヤルの中心にありますギザギザを自分の指先でくるくる回転させて72に矢印をセットしましょう。1枚撮るごとに自動的に矢印が反時計回りに回っていきます。今現在は30のところに矢印があります。あと30枚撮れるよということを意味しています。真ん中に縦のメーターがついています。3、5、17、こういった数字が目に入ります。こちらは露出計です。ファインダー窓右側、そしてフィルム巻き上げダイヤルの左側に黒いボタンが見えますでしょうか。この黒いボタンを指で押しますと、上面の丸い黒い窓から明るさを測ります。その明るさがこの縦の針で表現されます。カメラ上部左端のノブは、写真を撮り終えた後にフィルムを巻き上げるためのレバーです。ちなみにこのマスキングテープの破れかけは、中に入っているフィルムを記録するために貼り付けていたもので、途中で剥がれてしまいました。カメラのテープを見てみましょう。レンズ部分に400-200-150-32-16-10 ASA と書いてあります。400の下に銀色のノブが見えますでしょうか。こちらのダイヤルをフィルムの ISO 感度のところに合わせておきます。ただしこれは単なる目印のようです。この目印を変えたからといって、デジタルカメラのように何か機能的な変化があるというわけではないようです。真ん中の穴は三脚に立てる時のための穴です。その右側のノブは引き上げて回転させることでボディを外すことができます。そしてフィルムをセットします。フィルムのセットの仕方については次回の動画で紹介したいと思います。
左側には半円の中にさらに左下に円が見えます。それはボタンです。そのボタンを押しながらボディ上部にある巻き上げダイヤルを巻くことによってフィルム取り終わった後に巻き上げられます。次にレンズ部分を見てみましょう。ペン D3 はレンズシャッターのカメラです。レンズ部分でシャッター速度、絞り、焦点距離すべてを操作します。したがってレンズ部分だけで操作すべきダイヤルが3つ存在します。一番写真向かって上部、すなわちボディ側から遠い部分には500、250、125、60、30、15、8、B のダイヤルが備わっています。これはシャッタースピードを表しています。今現在は250分の1秒に設定されていることがわかります。500の数字の下に小窓があって、今現在は見えにくいのですが、9という数字があります。こちらは露出計を操作して、9という数字に赤い針が指し示されていた時に、その9という数字が現れるように、シャッタースピードのダイヤルと、絞りをのダイヤルを回すことによって、レンズ部分を斜め上から見てみましょう。ボディ側には銀色の三日月状のダイヤルが見えます。こちらは焦点距離のダイヤルです。このダイヤルを操作することによってピントを目測で合わせます。今現在は一番近い距離 0.8、すなわち80センチのところにピントが合うということを意味しています。こちらは3メートルのところにピントを合わせている、そういうダイヤルです。ただ、そのピントの距離はすべて目測で行います。したがって、この縦に見えるファインダーの窓を除いて、焦点距離のダイヤルを動かしたとしても何も変化はありません。ファインダー窓は単なる構造を把握するための目安でしかありません。こちらはファインダー窓の拡大図です。皆さんがお使いのデジタルカメラと違って、ファインダー窓が縦になっていることに注目してください。ハーフカメラは本来横長に撮影されるフィルムを縦に2分割して撮影枚数を増やす、そういう仕組みです。したがって横長のカメラを普通に横に構えて撮ると実は縦構図の写真を撮ることになります。横にワイドな写真を撮りたい場合は、ハーフカメラの場合、縦にカメラを構える必要があるのです。今回使用したフィルムは、ロモグラフィー、カラーネガティブ、35mm、ISO800 です。ISO 感度が高いフィルムを使用したのは理由があります。ピント合わせは目測なんです。デジタル一眼レフをお使いの皆様は、わずか数センチの差でピントが合ったりずれたりすることをよくご理解していると思います。ピントのダイヤルは 1.2 メートル、1.5 メートル、2メートル、幅がとても大きいですね。ピントがぴったり合うような写真を撮ることはそもそも困難なのです。したがって、できるだけ絞りを絞ってピントが全体に手前から奥まで全体にピントが合うようなそういう写真の撮り方をしたいと思っています。絞りは F1.7 よりも F8、F11、 できれば F16、 そのためにはとても明るさが重要です。少しでも F16 に近い絞った絞りで写真を撮るためには ISO 感度は高い方が有利ですね。したがって ISO800 のフィルムを今回使ってみました。それでは作例をご覧ください。
想像していたよりもずっと鮮やかにグリーン、ブルー、レッドの色味が出ていたことがお分かりだと思います。特徴的な五角形のゴーストもペン D3 の魅力だと思います。ハーフカメラは 35mm のフィルムを半分に分割して引き伸ばしますので、どうしても画像は粗くなりますし、ピントも曖昧ですけれども、それがかえってこのカメラの魅力なのだと思います。何しろ誰だってオートフォーカスでピントがバッチリ合った写真を簡単に撮ることができる時代ですから、古い時代のハーフカメラ、僕の大好きなカメラの一つです。最後まで聞いてくれてありがとう。ルミオンです。